どうも、おまっとさんでした。ヘアチロです。はい。ライオンズコレクションは皆様ご存知でしょうか？ねえ。こちらはですね、5月24、25、26と、7月は5日、6日、7日とね、行われるイベントでございます。ベルーナドームでね。で、5月のイベントに関しては、このライオンズサマーニットデザインユニフォームが、配布されると。で、こちらのイベントに先駆けまして、写真の方がね、ビジュアルが、アップされました。ご覧いただきましょう。ドン！ねえ。どうですか。上段は可愛い系のライオンズの選手。下段はワイルド系のライオンズの選手。ねえ。イケメンでしょ、みんな。イケメンでしょ。そうです。もうこれはもう女性向けのね、コンテンツになりますね。はい。いやー、しかしね。ねえ、これもう、このスチール撮影の様子とかも、この YouTube でアップされてるんですよ。ライオンズ公式 YouTube に。見てください、もう。もうニヤニヤが止まらないから。女の人も、わー、かっこいい、かわいい、みたいな感じでニヤニヤ止まらないでしょうし、男の人も、まあ、ある意味こう、何を見させられてるんだ、みたいなね、感じにはなるでしょうし、いずれにせよ、ニヤニヤが止まらないです、こちらの動画。もうね、ぶっちゃけ、僕はですね、なんだろう、もう見てられないよ、もう。見てられない。野球選手のこういうやつね、見てられないんだよな。ぶっちゃけね、こう、もう、アイスクリーム持ってこう、おい、体が熱くなってくる。あー、なんでしょうね。まあみんな選手も、しょうがないよね。やらされてる選手たちもかわいそうなんだけど、見てられないんだよな。殿先のこう、アイスクリーム、これは。見てられなかった。でもごめん。面白いです。非常に面白いです。はい。まあ、だからこの中で、やっぱ、入れなきゃいけないのが、金子雄二ですよね。金子雄二なんだ。本来であれば、こういうね、女性ファンに向けたコンテンツ。金子雄二がね、一番際立つから。まあ、もう年齢もさ、年齢だし、金子雄二今年34歳。これがもうちょっとね、成績残してたら、多分未だにセンター行けたと思うんだよ、金子雄二も。しかし、ここ数年の、この低たらくっぷりでね、球団も押せなくなってきている。しかし、まあ、しょうがないね。うん、金子雄二あたりはね、他の、この他球団の女性ファンをかっさられる、容姿の持ち主ですから、もうこんなさ、当ててる試合がさ、また、オリックス戦とか、千葉ロッテマリーンズだから、ね、こう、同じようなイベントやってるからね。オリックスもロッテも。で、オリックスは特に、ね、織姫っつってね、結構増えてきましたからね。若い女性のファンが。でそこで、ね、織姫の、野球に興味のない、友達が一緒にベルーナドームに来た時の、この、かっさらうという、その友達を指示所にするというね。そこを見越して、当ててきてる、この西武球団。やしな。まあでも、やってった方がいい。こういうイベントは大事です。しかし、この中で一番かっこいいのが、松井和夫というのがね、ああ、さすがだわ。さすが。もう撮影の風景でも、松井監督慣れてるわ。ああ。これでね、采配も決まれば、もう文句ないんだけどね、この監督。ギャップ萌えってやつですかね。ギャップ萌えなのかな？かっこいい見た目とは裏腹に、謎采配なのが萌え。みたいな感じかな。いらねえんだよ、そのギャップ。そのギャップはダメだろ。まあ、あとなんだろうな。なんならこれ、この中に、おかわりくんも入れて欲しかったな。おかわりくん。おかわりくんよくないですか？おかわりくんのアイスクリームは、もうこれ、一番萌えだろ。一番可愛いやん。ニコーで、アイスクリームニコーの、おかわりくんよ。想像してごらんなさい。イマジン。ああ、いいね。おかわりくん。まあ、おかわりくんやった。やっぱまんじゅうか。おかわりくんと言ったらまんじゅうかな。まんじゅうを持ってこうやって、誰にも取られないぞ、みたいな。そうか。ライオンズコレクションか。いや、このイベントで、新たなね、獅子状をね、ゲットしていただきたいです。ライオンズには。はい。といったところで、今日の動画、この辺で締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。インスタ、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら、ライオン。I take to the ball game.
君が勝利の女神さ。